次が2月の27です。はい。じゃあ1月の27です。うん。1月の27。分かんのかな。うちだと全然燃やし物ないですからね。ああ。まあそういうシーズン。はい。はい、では参りましょうか。はい。おみしい師範代のしばらく借りに行こうか。間違えました、すいません。来るやん、ベース。はい、もう一回行きましょう。おみしい師範代のしばらく借りに行こうかシーズン7。腹いっぱいだったね、はい、最近も昔の芝刈りの素材を見てるんですよ。ほうほうほう。っていうのはちょっと素材整理してるんでね、うん、で、あのいろいろ面白い話題あったんやけど、うん、これ配信の動画の中からこれみんなどうやって探すんやろうと。ああ、まあそうやね。なんかタイトルだけ見て分かるやつはいいねんけど、はい、タイトルだけ見ても中でちょっと話が路線が外れておもろいこと言うてるやつとかもあったりするからね、はい。だからね、あの今ワントピックで短くなったじゃないですか、はい、これを機にあの昔話した話題をもう一回やろうかなと。ああ、ありがとうね、はい、うん、そんなこと思いまして今日の話題はこれです。はい。チューバーってなんぼすんの。ほうほうほう、はい、なんかわ昔話したような気がするね。そうですね、うん、あのチューバーってね、うん、ピンキリあるの分かります。はい。大体プロが持ってる楽器って、うん、標準的にいくらぐらいなんですか。それ標準的にっていうのが難しいよね。だから自分が持ってる楽器の、はい、そうね、今の定価、はい、まあそのあたりで話をすると、うん、師範代が今オーケストラで使ってる、マイスターワルターネーションっていう楽器、要するにヨークモデルと言われる、うん、シルバーのでっかいですね。そうそう、シルバーのでっかいですね、はい、4分の6と言われるサイズ、オーケストラでよく使われるサイズのものは今買うと定価やったら430万ぐらいかな。え？マジですか？マジ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 よこれ。え、僕この秋に来る車より楽勝で高いじゃないですか。あ、そう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 、だから普通に車買うよりも高くなりすぎてしまってるというか。あ、昔はもうちょっと安かった。安かった安かった。はい、我々が市販ではあれ中古で買ったんですけど、はい、我々がそのなんていうかな、学生の頃にはまだ発売されてなくって、はい、で、まあ、大人になってプロとしてやり始めて周りでちらほら使う人が増えてきたなっていう頃は、はい、まだその半値以下でしたね。200数十万。えらい上がっちゃいましたね。いや、そうなんですよ。えらい上がっちゃいましたねっていうか、あの世界の中で見て円の価値半分ぐらいだったんですかね。まあ、いや、その円が下がっていってるっていうのも今はね、はい、あるとは思うんやけど、それだけじゃなくて多分売れるって分かってきた時に上げていったっていうのと、それからまあやっぱりそれに加えてマイスターが一人で作ってる工房、まあ、一人でって言っても自分の弟子とかと一緒にやってたりすると思うんやけど、そのマイスターの名前が売ってあるから、はい、だからそのマイスターが作ってるっていうので要するにそこまで量産できないという。あ、そうするとまあニーズが上がっていくと、どんどん値段が上がっていくと、うん、でハンドメイドやっていうのが売りなので、うん、そういうのを作っていってるとやっぱりたくさん数が作れないっていうのもあって価格帯が高くなると。あのオーケストラに置いてあるチューバー、オーケストラでいつも使っているチューバーは、はい、市販代のチューバーなんですね。はい、市販代のチューバー。ということは市販代がそのオーケストラをやめると、あの、うん、チューバーはあのまた別のチューバー奏者が持ってきたチューバーに置き換わるんですね。そう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 、うん、そうなんです。あ、コントラバスの人とかあれ楽団の楽器、まあ、楽団の楽器で演奏してる人の方が多いね、うん、だけどあのやっぱり自宅では自分の楽器で練習してたりもするし、だからみんなやっぱり自分の楽器は必ず持ってるとは思う。で、それ一本ではこと足りない。まあまあそうですね、それ一本じゃちょっと
用途的にも、はい、うん、やっぱオーケストラの中で吹くために使ってる楽器なので、はい、じゃあソロで使うかアンサンブルで使うかってなった時、もちろんそれでソロも吹けるしアンサンブルもできるけど、はい、もうちょっとコンパクトな音の方がって言われることもあったりすると思うから、うんうんうん、そういう時には楽器を使い分けるというか、うん、なんかその400万ぐらいの楽器が3つぐらいあるんですか。いや、そこまで高いのは他にはない。あ、なるほど。その楽器がまあ一番高いかなっていう感じ、うん、で、まあ、その次にというか市販台が使ってる楽器の中で金額を考えると、いつもここに持ってくるドロドロの楽器ある、はい、あのドロドロの楽器が今240万ぐらいかな。それでもそう230万、40万、まあもちろんそれは新品で買ったらピカピカですよ、うん、ドロドロの状態ではないですよ、はい、うん、でそれが230万40万ぐらいな感じですね、はい、まあそのニルシュルと比べたら200万ぐらいの差があるわけで、はい、で、F チューバー、はい、ソロ吹いたりする時のね、はい、うん、あれもそんなに金額差がなくて200、30万ぐらいな感じ、うん、その3本だけで900万ぐらいするんだ。そうですよ。まあまあフルートとか1本でそれぐらいの値段するやつだから、そう考えたらもうね、まあ、だからまたチューバでよかったねって感じ。え、どういうことですか。まだチューバやからそんなぐらいの値段で済んでるけど、そうフルートとかになったらさ、はい、もうどんだけ金を使うかとかで、あ、もっと変わってくるわけでしょ。で、こちらに行ってしまうと、そっちはもうね、ね、あれみんな生涯かかってがっくり使ったお金回収してるんですか。いやー難しいと思うよね、うん、だってね、それのために家売っ払ったりする人だっておるわけやからね。マジですか。いや楽器高いですね。高い、もうだから、まあ、チューバに限らずやけど最近はどんどんやっぱり上がっていってるのは、もうこれはもう現実ですね。で、市販台この間のツイッター見てたら、はい、大思想会みたいなのやってましたね。あ、はいはい、去年の年末2022年の、12月28日に、はい、新大久保の管楽器専門店ダクさんの方でね、開催された、まあ、チューバ大思想会みたいなものに、アドバイザーとして呼んでいただいて、で、まあ、もうそれもね、ほんまに人気が高くて、たくさんあっちこっちから人が集まってきて、で、あの時何回、4回に分けてたんかな、4回か5回に分けてたと思うんですけど、時間区切って、はい、その入れ替え制にして、はい、で1つの枠で10人とかぐらいな感じで、はい、そのあれね、全部で70本楽器並べてたらしいです、はい、70本楽器と椅子を並べて、で楽器、その楽器を吹きたかったらその横の椅子に座ってその楽器を吹くっていう、はいはいはい、っていうシステムを取って、もう米管、F 管、C 管、S 管、はい、全種類70本並べて、みんなそれをずーっと吹きまくって、こんな風景だったんですね。はい、こんな風景でね、はい、すごかったっすよ。うん、それって、うん、なんかニューモデルみたいなのがいっぱい出てるんですか。あ、そうですね、やっぱりまあ、思想会でその思想会をしたりするときっていうのは、大体その新しいモデルっていうのが目玉商品みたいな感じでね、バーンとこう宣伝されたりして出てくるわけですけど、今回も例に漏れず本当新しい楽器が並んで、まあ、その市販台が、そのアドバイザーとして行ったときにお話聞く中では、ウィルソンっていうね、まあ、UFO にも作ってる、そう UFO も作ってるウィルソンっていうメーカーがあるんですけど、はい、そのウィルソンが作ったチューバって大体みんな今まで歴代全部重たかった、はいはいはい、全部鉄の塊みたいな、はい、ゴーって持ったらおーみたいな、こんな楽器、はい、で出てくる音はブーンみたいな音ばっかりやったんですけど、新しい楽器がマーリンっていう楽器ができて、はい、でそのマーリンっていう楽器はめちゃめちゃ軽い、ほう、今までと真逆の方向行って、はい、でウィルソンやからと思って持ち上げたらふわーって言って、こっちふわって投げてしまう人になるぐらい軽い、はい、あれこれウィルソンちゃうやんみたいな、
うん、で吹いてみると全然今までバーンっていう感覚じゃなくて、うんうん、ちょっとのエアーでそのちょっとのこう自分の労力ですごい効力を得られるような楽器ができててブーンってすごい響くんですよ。iPhone のね、はい、ね、10何だったっけ13から14にこう変わったみたいなのもう目に見えて分かるじゃないですか、はいはいはい、のスペックでね、うん、でチューバもその新しいモデル出ましたって言ったらどんどん変わっていってるんですか。あれね、変わっていってる部分はあると思います。ただその変わった効果が分かるかどうかっていうのはその人次第。ああ、うん、でそこに着目するかどうかもその人次第。例えばウェイトが軽くなりました、いや僕重い楽器の方が好きでねっていう人もいたりする、はいはいはいね、だけど例えば iPhone とかやったらいや13からあの14に変わった時に、うん、僕はこうスペックが変わっててで解像度もだいぶ違ってて、うん、なんかそういう売り文句があっていや本来やったらこっち持ってる方が絶対ええやんって思ってそっちに飛びつく人ばっかりになると思う、うんうんうん、過去に戻る人っていうのはあんまりないと思うけど、あ、そうですね、楽器に関してはあのどちらかというといやこれ前のやつの方が好きやったな、もしくはいや30年前の楽器の方が好きやったなっていう人だってやっぱり未だにいる、はいはい、あ、なるほどね、うん、本当にその変わったものっていうのが全部みんながみんな万人がそれええやんっていう方向に転換してんのかと言われると、うんうん、そうじゃない可能性もあると。ああなるほど、うん、あと例えばこれだったらね、はい、12と13ってあんまり変わらなかったから僕12から13買い替えなかったんですよ、うん、で13と14も今なんかどうかなと思ってまだこれ僕12なんですよ、うんうん、でも1と比べたら、うん、めっちゃちゃうじゃないですか。変わっちゃうね今1、いやもうこれ使わされるって罰ゲームかって思うじゃないですか。そうだね。例えばあの僕はあのユーフォニウムが高校3年生か2年生の時に買ってるので、うん、30年前の楽器なんですよ、うんうん、で僕これ1本しか知らなくて、うん、あの今の楽器っていいんですかね。いやそれはやっぱりどんどんいいものを求めて改良していってる。まあそりゃそうですよね、うん、だからメーカーもそれを努力企業努力していってると思うし、でともすればそのメーカーが例えばその楽器を使ってくれてる人たちに、アドバイスをもらってフィードバック、はい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 、プレイヤーの人たちプロのプレイヤーの人たちからフィードバックをもらって、であここのこの部分をもうちょっとこうしましょうああしましょうっていう感じでどんどん改善していって、うん、で良くなったっていう風になっていってる楽器をどんどん今作り続けていってると思うんですよね、うん、だからそのなんて言うんだろう、プロのプレイヤーの人たちのそういう意思が反映されていってる部分っていうのはあると思うから、まあ、だから今世界 の、 その標準的な、はい、プロのプレイヤーたちが求めてる標準的なところみたいなのが多分その新しい楽器新機種っていう中にどんどん入っていくようになってるんじゃないかなと思うんですね。うん、いや僕もね、うん、まあ、今僕全然吹いてなかったんで、うん、今吹いても違いの分からぬ男になってるはずなんですよ何吹いても分かんないと思うんですよ。あもうちょっと吹くようになったらなんか新しいの買ってみるかなと思ったりとか、うんうんうん、ただ、うん、その昔の感覚でカタログ見たらとこってそうあの上手出へんわって思いながらここ20年30年でやっぱ楽器の価格帯って、はい、あのチューバだけじゃなくどんどん上がっていってると思うよね、はい、でそれと比べて、働いてる人たちがもらってる給料ってここ20年30年変わってないでしょ。そうですねだから単純に何か新しいものを買おうとした時に出費がどんどんかさんでいってるというか膨らむだけになっていってるよね。だからものすごく高く感じる。そう思うとあれですよね、あの日本人っていわゆる先進国と呼ばれる中で一番給料の上がってない国なんで、そう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 、だからもしかすると向こうの人にしたらそんなに、うん、なんか楽器の価格って大体こんなもんよっていうその給料に対してこれぐらいっていうのは感覚変わってないけど、うんうん、僕らだけ急になんかえらい上に行ってしまいましたねっていう状態なのかもしれないですねそう、だから楽器を買う、買い替えるとか楽器を買うっていうことがものすごい一大決心
を必要とするものになっていってると思うよね。あの僕でもね、同じ値段のカメラ容赦なく買ってんねんけど。いやそうよ、それ一緒やって、一緒やと思うよ。カメラの値段も上がっていってるでしょ。カメラの値段も高いですね。ね、ソニーのアルファ1なんて90万とかしようでしょ、はい、もうそんななんか高くて手が出へんって思うけど、やっぱりそれを必要とする人もやっぱりおるわけでね、はい、うん、いやとりあえずオーバーホールしよう。そうそう、だから本当にね、これ一つの考え方ではあるけど、古い楽器をしっかり自分の腕でもう一回こうちゃんと響かせれるように、もしくは自分で自分自身をこうね、成長させていって、今持ってる楽器でいい音が吹けるように、いい演奏ができるようにってしていくのも一つの考え方だと思う。そうですね。ね、うん、でもやっぱりちょっとでも楽器に関わった人間としては、うんうん、30年経ったらどんだけ進化してるんやろうっていうのを吹いてみたい気はしますよね。それもなんかそう思想界でパッと吹いたら、うん、って出てるんじゃなくて、自分のものとして使ってみたら、うん、なんかこんなに楽器が進化する過程の中に自分が生きてたんやなって、ちょっと楽しいですよね。うん、そう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 。だからほんまに、まあ、チューバ一つとっても、はい、師範大が学生の頃に吹いてた楽器と比較しても、まあ、今あの時使ってた楽器って新品で欲しいと思っても手に入らへんかったりするんだよね、はいはい、もう製造してなかったりする、うん、だから逆に考えたら、あの時のあの楽器のあの音色がやっぱり忘れられへんねんなって思う人も世の中にはいて、うん、はい、やっぱその音が好きって思う人は中古で探して、うん、どんだけベコベコになっててもそれをリペアに持って行って綺麗に直してもう一回使いたいって思う、うん、その音色が欲しいっていう人はやっぱり昔の楽器っていうのを大事に使って、うんうん、新しい楽器が良くなっていったのは分かるけど、俺やっぱり昔の楽器の音色が好きやねんっていう人はやっぱり一定数いますね、うんうん、だから今使ってる楽器も新しいの欲しいわと思って変に手放さん方がひょっとしたらええかもしれない。まああれ手放してもね、二足三文って感じですよ。それも分からへんね。あ、そうか、うん、そういうその筋の人に見てもらって拭いてもらったら、これ手放すのもったいないでって言われるかもしれない。そうなんですよ。僕、まあ、あの楽器の一番の欠点はものすごい音程悪いんですよ。で、そう思ってて音程の良さそうな楽器に買い替えて、うん、あれが新しいオーナーの手元に渡った時に、うん、この楽器ええわって言われてるかもしれないですね。そうそういうこと、音程悪かったら僕のせいっていう。そう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 、そういうことよ。それもあるからね。はい、そうそうなんですよ。なるほど ね、 ね。いや、まあとりあえず本来のトピックに戻ると、はい、まあ、プロが使ってる楽器2、300万はするんですね。まあそんなもんですね。だいたい今の時並み200万オーバーのものが多いかな、うん。安い楽器ってたまにあるじゃないですか。はい、チューバ、入門用、うん、あ、楽天市場で初心者用入門セットありましたよ。出た、27万1000円。そんなん、だいたい J マイケルとかそんなんちゃうの。プレソン、あ、プレソンね。あ、でもヤマハの YBB105 が37万6000円です。うん、何が違うんですか。いや、結局その僕らが吹いた時に技術でカバーできてしまう範囲じゃ範囲かもしれないけども、うん、その例えば初心者の人がこの楽器が欲しいと思った時に、うん、初心者の人やったらそういうところまであんまり分からへんと、うんうん、じゃあ上手になったらまた買い替えればいいからねみたいなところでの、うん、さっき言ってた入門用チューバみたいな楽器っていうんであれば、もう本当にそういう価格帯で大丈夫と思うんやけど、やっぱり吹いた感じ、僕我々が吹くとどうしてもこれちょっと音こことここの抵抗感がちょっと違いすぎるとか、うんうん、この音のつながりがどうしても悪いとか、うん、で例えばね、開放で吹ける指使い、ドソドとか、その中で音程か音程っていうか吹き心地みたいなものが全然違うとか、うんうん、開放で
吹いてる中で、あの この音は高くてこの音は低くてっていうのを ありすぎるともうちょっとぶっちゃけ使えないじゃないですか、うんうん、でもそういうのが誤差がたくさんあったとしても一応楽器として定位がこう認められるという範囲で考えたらそういうちょっと安い楽器でもこれでも大丈夫よって言える部分ではあったりすると思うんですね。ちなみにそのこれぐらいの楽器とあのシアンネル普段使ってる楽器と並べて、うん、拭いてこうブラインドにして、うん、ここであの格付けチェックやったら、はい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 、みんな分かるんですかね。いや分かると思いますね。あ、まあ、もう明らかに違う、うんうん、ただそれがどっちの方向に行くか、うんうんうん、例えば今ハンバーガー食ったけど、はい、そのハンバーガーがその肉が美味しいなって感じるのか玉ねぎが美味しいなと感じるのか、うんうん、もしくはバンズが美味しいなと感じるのかチーズがうまいなって感じるのか、うん、どこにその人が重きを置くのか、うん、パッと聞いた時にあこっちの音の方がはっきりしててええやんって思った瞬間に我々がプロ仕様で使ってるようなうーんっていうサウンドがオルガンサウンドが吹けるような楽器っていうのは、うん全然アウトになっちゃうよね。あなんかモワモワしてるわ。そうそう、なんかモコモコするなって捉えられてしまう。でも楽器としてはすごくよく響く楽器やから、うんうん、それをどうその響きをどうコントロールして吹くのかっていうことができる人が使った時に、それが良さが生きてくると。今度やってみましょうか。そうありやと思うよ。逆にあの師範代が芸能人役で、うんはい、誰かチューバの人に、うん、すっごい安い楽器と A 楽器と吹いてもらって、はいはいはい、どっちでしょうって言ってそれこれ外したらめっちゃかっこ悪いですか、ね、そうかっこ悪いと思うけど多分もうほんまに聴いてる人が素人やったら、はい、例えばその A か B かってあげる側が、はい、素人やったとしたらすごい偏りが生まれる、はい、でそれがプロやったとしたら、はい、多分その人が何を多分自分が吹いた時の感覚で当てはめて考えると思うから、うん、俺やったらこっちかなって思う選び方をしてしまうと思う、うんうん、なるほど。ちょっとなんか誰か協力してくれるチューバ奏者の方よろしくお願いしますなんかそういうのも面白いかもしれないね、はいはい、というわけで、うん、いろいろ、ね、チューバの楽器の値段のお話を聞いていきました。はい、高いですね。高い、もうほんまにね、ええ加減にしてほしいわ、というわけで、本日以上でございますが、はい、こちら配信が1月の27日です。はい、何かお知らせありますか。先週もお話しさせていただきましたが、2月の12日日曜日になりますけれども、やっと地方道場の方が再開する運びになりまして、福岡の方で、福岡道場が再開の運びとなりました。福岡近辺にお住まいの方々はぜひ、この機会に道場参加してみてはいかがでしょうかということで、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、あ、しまった、今スイッチ間違えた、はい、というわけで以上でございます。はい、あ、ちゃう以上でございます。俺たち最低だぜ。うおまたねー。